おお、長いすげえな。アバベル&アレック・ウッドさん9フォーケンタロウ、ケンタロウ&タクミに質問ですと。 How was your preparations like to play a DJ for this film? Was it easy to... あ、だからまあ要するにこの映画における DJ をプレイする様みたいなのがまあ何ですか、簡単だったですかみたいな、難しかったですかっていう。下に書いてあるよ。あ、本当だ、書いてあった。すごい英語できる感出してるけど下にちゃんと書いてある。ちょっとカッコつけたくなっちゃった。出てたそれ、まあ、途中から気づいたわ。本当今回そのアゲ太郎、まあ、原作がちゃんとあって、やっぱ原作ってかなりこうサイケでコアな漫画ではあるんですけど、その DJ の知識とか音楽についてものすごい知識量が入ってる漫画だから、なんか、まあ、こう実写化するにあたってかなりこうポップさっていうのは増してるんだけど、 DJ プレイみたいなのは本気でやんなきゃこの映画の芯がなくなると思って、マジでやりましたね。そこはもう絶対嘘つかないでやってました。初挑戦ですか DJ？ 初映画やる前にもちろん練習とかさせてもらいましたけど、車でさ流した時に誰かがちょっとそれで反応したり食いついたりっていうの、ちょっと気持ちよかったりする感覚あるじゃん。分かる。なんかそれを今回そのフロアでやらせてもらって、多くのエキストラの方たちがいて、でまあエキストラさんだからね、よりちょっと増して食らいついてくれるんですけど、自分がなんかこうやったことで反応してくれるっていうそのやり取りはすごい面白いなと思いましたかね。まあそれがゆえすごく難しいことなんだなと思いましたけど、なんかその感覚は自分にはなかったので新しいなとは思いましたね。でもやっぱこうやって海外の方から質問が来るってことは、やっぱこう音楽って言語ないじゃないですか、だからこの映画もしかしたら日本の方だけじゃなくてね、かもしんないね。はい。